回すごい私にとって大きかった。なんかちゃんと自分を見つめ直した感じがする。あ、モッツサンド歩きたいってなったらいいなそれこそなんか自分が写真学科に入った時みたいな感覚だったの。何撮ればいいか分かんないみたいな。だからとにかく歩いた、この道をずっと。で最初は写真を撮るっていう感覚っていうことに集中せずに、ただ観察するっていう感じで見てみて、でその都度なんか気になるところがあったらシャッターを押すっていう感じで。でなんかさ、その植物とかも見てても、なんでこんなに生気がないんだろうみたいななんか植物生きてるのになんか置物感がすごくて、でもなんかこうじっくり一つ一つの一本の木をこう見ててる時に、なんか頑張って生きてるなっていうのを感じた子たちを撮ったって感じ。これとかもなんかただの雑草だけど、その人工的に作られたこの道路と、まあ人工的に生やされた木かもしれないけど、その中でもなんかうまく自分の居場所をこう見つけながら伸びてって、でその中から生えてきてる雑草みたいな、なんかなんだろうね、必死さ。まさになんか表参道にいる人たちもさ、っていうかまあ東京自体がさ、やっぱ苦しいっていうか切羽詰まってる感じがなんか植物にも出てるなって思って、やっぱ普段私はあの自然を山とかでしか撮らないからさ、すごい生き生きとしたのびのびとした植物しか見てないし、そこにしか着目してないけど、なんかそういう自分が住んでる東京、生まれ育った東京、表参道っていうところの植物を見た時に、あ、やっぱ人間と同じようになんか苦しそうだな印象を抱いて、が分かんないって感じだったけど、まあ、30分ぐらい見つめてたらだんだんこう分かってきて、あ、私これこういうの撮ればいいんだみたいな、その素直に感じ取ったこと、なんか苦しそうだなとか、なんか可愛いなとか、なるほど、感じたことをそのまま映していこうっていうのを1日目で分かって、そっから2日目は人に注目して撮ったかも、人の流れとか、なんだろうな、どういう人たち、どんなこと考えながら表参道歩んでるのかなっていうのを観察しながら、でもやっぱそっちの方がすごい苦しくて、文章にも書いたけど、なんかすごい疲れちゃったんだよね2日目生きてるのに、生きてるしみんな自分の意思でこう動いてるはずなんだけど、なんか機械的に見えちゃってだからその改めてその本質、真実、そのなんか愛とかそういうことをすごい考えさせられた2日目は出てきた時。だからどんな時でもちゃんと視点で物事を見るっていうのを意識して生きてないとダメなんだなっていうのを表参道を撮って気づいた自分の中の変化どんな風に、それこそ視点で見るっていうことを、なんかそのこの展示を見終わった後に、表参道じゃなくてもその自分の住んでる町とかをそう視点で見るっていうことを、まあ一回でもいいからしてみてくれたら嬉しいなって思う。そこで何か絶対気づくこと、なんか大事なことにきっと気づけるはずだから、その見つめ直すっていうことを改めてしてみてくれたら嬉しいなって思う、なんか本当の幸せはすぐそばにあるなんかね間違いないそういう感じのことをね、なんか伝えたい、なんか建築ってクライアントワークというか
仕事がやっぱり頼まれてやるし、うん、例えばこう施工とかは大工さんがやったり、作ることは大工さんがやったり、うん、なんか構造は考える人がいたりみたいな、うんうん、なんかそのいろんな人と仕事をすることが当たり前の職業なんだよね。で、俺、その何て言うの、でもやっぱり大学で課題としてやってるとそういう部分ってほとんどないの、うんうん、なんか自分がどういう設計をしたいかって考えるっていうか、うんうん、でなんか結構だからやっぱ今回の自分の中でのなんか変化とか物に対してもそうなんだけどは、こう人と話すことで生まれてきたものみたいなものへの感覚がすごい大きくて、うん、今回のその展示で目指している街とアートと空間が相互に影響し合いながら一つのものを作っていくみたいな、うんうん、もののあり方が自分の中では新鮮だしすごく楽しかったなって思う、うん、自分で設計が完結しないこと、うん、あーでも一個はそのちょっと無理な、なんかやっぱあの危ないだろうなとか思いつつ考え、思ってるんだけど外へアプローチすること、街、うん、街から見えることっていうのはなんかすごくやりたかったな。でもまあその上でなんか外へのそのアプローチと中の空間みたいなのが別々にならないこと、うん、なんかそこが連続することで街とのつながり方とか街の関係性みたいなものを作っていく展示みたいなのができるといいなと思って、うん、さっきちょっとカーテンっていうのが向こう側の世界を想像させる、うん、完全に途切れないから向こうに世界がある感じが分かる、うん、これも今かなみさんの作品が少し向こうに見えて、うん、何かあるなって分かること、うん、みたいな、それの連続で街まで広がっていくっていうことを考えられるのはやっぱりそのこの空間で収まらない、うん、考え方、うん、っていうのはあるのかも。でも町との関係、関わり方、うん、っていうか町がだから自分にすごいインスピレーションを与えてくれてるっていうことかもしれない、アーティスト的にかっこいい帰り、わざわざ表参道通って帰ろうみたいな、うん、なるっていう、なんか表参道歩いて、あ、なんかいつもと見え方違うなって、そういうのがその人たちの中にちょっとでも生まれたらいいのかなって思って、うん。